たくん、今日はクールビズです。今日ちょっと暑いからね。クールビズです。クールビズね、えらいクールビズになっとるやん。これはね、ニトリで買ったヒヤヒヤのよだれかけ、ね、というわけで今日は何が起きたかというと、たくん、たくん、皆さんにお見せしてあげましょう。はい、あーんは、あーん、あーんしてごらん。歯が生えてきたんです。そう、歯が生えてきたね。たくん見せてあげて、みんなに。あら、見えた？歯がちょっと生えたんだ。あー、見えたじゃないか、これは。いいわ、たくん。これは歯だね。たくん、歯が生えたね。たくん、いいしてごらん。いいできる？いい。いいわ。たくん、いいしてごらん。いいしてごらん。ちょっと見せて。あら、ベロで隠すじゃん。たくん、ベロで見えない、ママ。はい、たくん。ベロ出してくる。いいしてごらん。あ、見える見える見える。ほら、皆さん見えますか？あ、見た、ごめんなさい。歯が生えたな、たっくん。これで離乳食もバッチリとバクバク食べていけるぜっていうことでね。なんか歯が生えたね。なんかみるみるな、最初なんかちょっとうっすら歯っぽいのが出てきたけど、最近みるみるもう激映えしてきたけどね。ね、痛いね、いろいろ。これからたっくんたくさん全部歯が生えるけん、歯磨きまた練習するとき楽しみにしとこうね。歯は大事だよ。そう、パパもママもね、最近歯医者に通うようになってね、そう、歯を美しく使用習慣ですから、たっくんこれから一緒に頑張っていこうね。そう、ママは親知らず抜きました。パパは普通にクリーニングのために歯を歯医者行きました。やったね、たっくん。たっくんも綺麗に歯をしていこう。というわけで皆さん、バイバーイ。